ノウハウを提供するって、まあ、言ったらもう今ただでもできる時代なんですよね別にあの英語見るだけだったら英語を聞くだけだったら YouTube 見たらなんぼでもあるじゃないですかなので今情報を得るっていう意味では英語を学ぶっていう意味では別にただでもできる時代なのでなのでまあ別に高い安いで言う方は別にただで英語を勉強したら頑張っていただいたらいいかなと思うんですけどもこの武田塾イングリッシュっていうのは何なんだって言ったら What's up everybody? 今日はは2021年12月18日ですね、今日は朝4時台に収録させていただいてますけども、あの北川が中学校のときと高校のとき、6年間ですね、あの新聞配達してたことがあって、でまあ、そのときもまあ4時起きで、まあ、それ以降、ですねあの4時に起きるというあの習慣がなかなか大人になっても抜けなくてですね、まあ、どうしてもなんか目が覚めてしまうというようなことで、あのまあまあそういう早寝早起きの習慣が身についてしまっている、抜けないという感じなんですけども、あの今日はですね、武田塾イングリッシュ新宿校がまあついにオープンするということで、 朝から気合い入れてですね収録をさせていただいてますと、はい、でオープンすると言ってもあのまずはこの武田塾イングリッシュというのがですね あのまあ問い合わせだったり無,、まあ、無料相談ですね、あの無料カウンセリングというものにまずあの申し込みをいただいて、ですねあの90分間は無料でその英語学習に対する不安とかをですねいろいろ確認したりとかまあお聞きしてでまあお答えするみたいなそういったあの無料カウンセリングというものがあるんですけど、それの受付を新宿校でも今日から開始しましたよという、そういう案内になってます。 はいでまあ今日から募集開始ということで、えー、あとですね、この動画ではあの、その武田塾イングリッシュでどれだけお金がかかっていってるのかっていう、初期投資についても公開していく、えー、武田塾イングリッシュ2021年12月の近況報告も、近、は、況、い、報告なり進捗の報告というものもさせていただこうかなというふうに思ってますと、はい、でその前にいつもの通り、えー、違う話をしますけれども、はい、えー、2021年12月16日ですね、一昨日の話なんですけれども、えー、北側がですね、41歳になりました。 とはい、あのたくさんです、ね、あのお祝いのメッセージ、ですね各 SNS で、はい、いただいた方、はい、誠にありがとうございます。 はい、でここにですねあ,のあと29年というふうに書かせていただいたりとかあの、まあ、各 SNS でも投稿するときでも、はい、あの70歳まであと29年というみたいな形で書かせていただいてましたけどもあのこれはですねあの北側の、まあ、あり方としてですけどもあの、まあ、70歳までしか事業をしないというふうにあの決めてるんですね、まあ、これは健康に、はい、な長生きで,できればという話ですけども、はい、あのこれもですね まあ時間に限りがあるっていうのは誰でも分かってることではあるんですけども自分がいつ死ぬかいつ事業をやめるかっていうことを決めなかったらあのなんとなくじ時間があの限りがあるものだっていうことが感覚としてつかみにくいんですよね。なのでで北側とししてはあの70歳までしかやらない ということを決めてしまえばあの残,りや残りのまあ限りある時間というもののです、ね、価値というのが分かるかなというふうに思っているのであ,のあと29年で1日たつたびに,日経つにまあ残された時間が短くなっていっているんだということをあの感じやすいようにです、ねえー、もう終わりの期限というものを決めているという,ようなことで、えー、まあ41歳の誕生日あと29年なのであと28年と363日の北側になっていますと。はい あ、えー、と、ですね,、まああとですねまあ、この武田塾イングリッシュをあの始めるにあたってもそうですし、あとこの YouTube チャンネルを始めるにあたっても、まあ、この北川鉄平チャンネルですね、あの今年の,あの2月あたりからですねあの収録を始めて、まあ、その投稿を始めてるんですけども、あの当時、ですねまだチャンネル登録者数が100人ぐらいの時ですね。 に、えー、投稿しているものなので、あの、もう喋り方とかも、あれですね、もうすごい、たどたどしくて、まあ、今でもそんなうまくはないんですけども、その、もう、一番、まあ、当初のですね、もう、北側の喋り方見たら、結構、はい、こんな喋り方してたんだなっていうぐらい、あの、喋り方、ちょっと下手でしたね。あの、なので、まあ、ちょっと、あの、見るに耐えない動画にはなってるんですけども、あの、姫路城の前でですね、あの、ちょっと座り込んでですね、あの。 あれですね、まあ、夢を語っていると、はい、10周年の,あの事業を立ち上げて10周年の北川があの今後の,その夢を語るみたいな動画をあの、まあ、チャンネルを始めた当初上げさせていただいているんですけれどもそこでもお話ししている内容であとですね、まあ、この間あの、だるま酒場東京・神田でだるま酒場という酒場があってそこにはですねあのだるまに願掛けをするときにだるまの背中にこうしてあの夢を書いてですね願掛けをしてあの壁に飾らせてもらえるという,よう,なそういった居酒屋さんがあるんですけども。 まあ、北川自身は、ですね、まあ、こう書いているりあり、あの世界の貧困地域の子どもたちからです、ねえ、起業家だったり事業家を育成するっていうことが、あの北川自身の,あの夢として、ですねあのこれまでも活動してきたところがあるんですよね。で、まあ、コロナの前とかでも、ですねあのその貧困地域、あの北川自身、北側の会社も、あのフィリピンのセブでも、ですねあの会社の方をあをさ,させていただいて、まあ、小規模ですけどね、あのウェブの事業とかをさせていただいていることがあるんですけども、まあ、そういったご縁もあって、あの セブなりそのフィリピンの貧困地域ですね、あの貧困の方たちを支援している団体を、あのまあ北側がまあ支援させていただいているということもあって、まあ、間接的にです、ね、あの支援させていただいているとか、ですね、えー、その子どもたちとかにあのパソコンを配るみたいな活動っていうのを今までもまあしてきてるんですけども、まあ、そういった活動もこれからコロナも明けてもう再開していきたいなっていうふうにも思ってるんですけど、まあ、そういうさなか、武田塾イングリッシュの話が出てきて、ですね、まあ、まさにちょっと今の北側がやるべき 取り組むべきあの事業なんじゃないかなということで、まあ、この度立ち上げさせていただいてますけれども、まあ、この夢もでか、ねえー、叶えるべく、はい、一歩一歩、この41歳、あと29年の節目をもとにです、ね、えー、心も新たに、はい、また頑張っていこうかなというふうにも思ってるんですけれども、はいあ、こんな感じで、はい、だるま、もう各いろんな方のです、ね、夢が書かれただるまがあの壁一面に並んでますよと、はい、そんな素敵な居酒屋さんが東京・神田にありますと。 はい。で今ここがですね。あの今日今日はですね。自宅からではなくてですね。まあ、その新宿港がオープンするということもあって、あのあれですね。まあ、東京の方にいますけども、それもですね。あの 新宿港がある同じ西新宿にですね、あの慶応プラザホテルっていうのがあるんですけども、今日はそちらにお邪魔してますと、はいいつもあの東京なり新宿に来たら、のゴジラのホテルに泊まってたんですけど、なんか最近、ゴジラのホテルがなんか、あれなんですよね、満室なんですよね。ななののでなんか <laughs> はい結構あの 観光客は戻ってないんでしょうけどあれ、あれですね、人の動きが戻ってきたんでしょうけど、ゴジラのホテルが、はい、あの今回もそうだし、前回もちょっと取れなくてですね、はい、まあ、今回は京王プラザホテルに泊まらせていただいてますと。うん、でただ、このホテルも、はい、まあ、むしろこっちのホテルのがまが、まあ、豪華は豪華ですね。うん、なので、まあ今後もこ,この京王プラザホテルも、あれですね、えー、使わせていただこうかなというふうには思ってるんですけども。はいえー、こんなはいいこ、えー、んんななか 飾り物だったりとか、あとあれですねあのこの京王プラザホテルっていうのがまさに新宿の,その東京都庁ですね、都庁の、ま、もう真ん前にあるような、えー、ホテルになってますと、はい、もう日本一の超高層ビル群の一角にあるというようなホテルになってますと、はい、今お届けしている部屋が、はいえー、こんな感じになっておりますと、はい、その部屋からお届けしておりますと。はい、ということで、えー、本題に入りますけれども。 はい、武田塾イングリッシュ2021年12月の近況報告、進捗の報告をさせていただこうかなと、はい、初期投資についてもあの公開をさせていただこうかなというふうに思ってますと、はい、でまずですね、武田塾イングリッシュ新宿区、どこにあるかといったら、東京都新宿区西新宿1丁目4-11、宝ビル8階というところにありますと、でこれがですね、 新宿駅のもうかなり駅から近い、で校舎の窓から見たら、もう駅のロータリーが見,見下ろせるようなです、ね、そういった立地になっていますと。 はい、で、えー、電話番号もですね言っちゃいますけども、えー、03の35279645ですね、えー、こちら、はい、かけていただいたら、もうつながりますんで、あの問い合わせなり、ですね、無料カウンセリングの申し込みは電話からでも受け付けてますと、はい、<laughs> でメールアドレスが、インフォアットマーク、武田ハイフンイングリッシュ、で、えー、これ、あれですね、ドットコムと、はい、インフォアットマークですね、タケダイングリッシュドットコムはいまでお願いしますと。 はい、で、問い合わせフォームもですね、えー、もちろん受け付けてますけども、はい、ホームページの方にですね、あメールでもそうだし、電話でも、はい、随時受け付けておりますと。はい、で、えー、っとでえとすね、 はいまあこれ無料カウンセリングですねあの受けていただける方、あのこのこ新宿校今のところ新宿校ならではなんですけれども、他の校舎の方もあのご希望があればはいあのお譲りというか、ですねあの提供しますんで、あのまた言っていただいたらいいんですけども、とりあえず今の時点では新宿校限定になってしまってますけど、あの無料カウンセリングを申し込みいただいた方は、ですねあの武田塾イングリッシュコースター、オリジナルコースターを新呈しようかなというふうに思ってますと。 はい、でまあ、これが、ですねあの、うちの会社がですねあの、革の事業もやってましてあの、まあ、レザーでですね、えーまあ、このネクタイも、はい、革で作ってますけどもあのいろんなその革の,あのあれです、ね、グッズを製造するような、はい、そういった工房を運営してまして。 はい、あのいろいろコースターであるとか、いろんな革小物を作らせていただいてますと、はい、でその会社が今回、武田塾イングリッシュをさせてもらうということで、えー、オリジナルコースターを作っていいですかということだったら、あのまあ、ご了承いただけたので、本部の方からもですね、ご了承いただけたので、はい、この度作らせていただいて、でえー、皆さんの方にもですね無料カウンセリング申し込みの方には、はい、プレゼントしようかなというふうに思っていますと。 地球儀のですねがあって、えーまあ、ロゴをあしらったような、えー、角型の9ける× 9センチのですね四角いコースターになってますと。はい、で皮本革を2枚重ねにして縫製してるんでかなりしっかりした、はいえー、作りになっていますと。はいまあ、それはそうとしてですね、えー、ホームページですねあの概要欄の方にも URL 貼っておきますけども、はいえー、h t t p s で、えー、武田 e ング n g l i s h c o m ですね。はい でえー、こ,こちらの方ですねまたアクセスしていただいたらあの新宿港のですねあの情報というのがき、まあ、今日も諸々お話しますけどもあのより詳しい情報というのがこちらの方に載ってますとであのまだ稼働させている SNS ですね。あのこれもですね 本部の方の SNS ももちろんあるんですけども、各校舎でも SNS を運用していくという話になってまして、えー、新宿校ではあの、Facebook、Instagram、Twitter、LINE、TikTok、YouTube ですね、あの今日の今、この収録している時点では、まだ何の投稿もしてませんと、はい、いう状況ですけども、あのこれからです、ね、あの随時上げていこうかなというふうに思っていますと。でそれもですね まあ特に力を入れてやっていこうかなというふうに思ってるのはツイッターと TikTok ですね。あのまあ今流行りといえば流行りかもしれないですけどもあのなぜ TikTok でやっていきたいかツイッターでやっていきたいかといったらあのまあ 今までもあの、まあ、北川自身は SNS でもあの活動してきましたけどもあのこれから武田塾イングリッシュ新塾校をやるにあたってあの校舎のそれぞれの,あのコンサルタントの方講師の方にあの登場していただこうかなというふうに思ってますとでその講師の方の自己紹介であるとかあとはですねその講師の方のキャラクターが見えるようなですねそういった配信を心がけていこうかなというふうに思ってますとであの受講を検討される方がですねあのこの先生に習いたいなとか 先生面白いなみたいなことがあの思っていただけるようなそういった配信をこれからしていこうかなとかあとですね、えー、前回の動画でもお話ししましたけどもおキャラレベースの萩さんがですね今も早速その武田塾イングリッシュ新宿校でですねあの勉強をもうスタートしていただいているので、まあ、その萩さんのその勉強の進捗報告みたいなこともあの TikTok ツイッターを中心にあの投稿していこうかなっていうふうに思ってますとはい。 でえー、あと、ですねあのスタッフの方もですねもうその前回の動画からもまた何人か面接させていただいてまたすごい方が、はいあのそうですね、採用させていただきましたね、えー、香港とシンガポールで、えーまあ、在住歴があってですね日本に戻ってこられて 今は現役の大学生なんですけどもトイック満点みたいな方、ですね女性の方もあの今回参加いただくことになったりとかあとはですねあの自衛隊ですね元自衛隊の,あの語学指導官というあの自衛隊の中で英語を教えるようなそういった教官みたいなポジションの方がいるみたいなんですけどもそれを3年間経験された22歳の男性の方、はい、も今回、武田塾イングリッシュ新宿校に参加いただくことになってですねで、まあ、彼なんかは。 迷彩服であの授業をしようかみたいなことであのそんな話もしてくれてましたけどもあのかなり熱い、はい、方です、ねえー、も参加してくれてますと、はい、そういったあの、まあ、若い勢いのある、はい、そういう方たちも、えー、参加いただいてますしあと、まあそうですね、昨日うも面接させていただいた方でもあの77歳ですね77歳であの各あのもういろんな大手のですねあの 企業を渡り歩いて、まあ、その英語関係の海外赴任であるとかですね、英語の顧問をされてたような、えそういった方もあの今回、その武田塾イングレッシュ新宿校にあの参加いただいてますと。なので、ネイティブの方からも老若男女までですね、いろんなコンサルタントの方が、あのこのこの度ですね、あのお迎えすることができるようになってますんで、まあ、本当、あの自信を持ってですね、お届けできる最強の布人になってるかなというふうに思ってるんで、えそのあたりも期待していただきたいですし、SNS ですね、そのあたりももう、順次、配信して していきますんで、えー、これも概要欄の方に URL 貼っとくんでよ、えー、ければフォローを、まあそうですねえー、していただいたらあのまた、はい、その辺りも見ていただけるかなというふうに思ってますと、はいでえー、あと初期投資についてですねあのここにももうバチっともう いきなりもう公開しちゃいますけども、はいもうこれが初期投資ですと、はいもう実際、ですねもうすでに2000万ぐらい、はいすでにかかっちゃってますと、はいでどんな内訳かって言ったらあの、まずは物件取得費ですね、720万かかってますと、で720万が高いか安いか分かれるかもしれませんけども、あのこれ、かなり安いんですよ、実は。はいあのの新宿の駅前でそれも40坪 もうですねまあ、結構な広さがあるテナントで、まあ、実質50坪ぐらい使えるあのワンテナントワンフロアの物件を取得しようと思ったら、まあ、それだけでも,2000もう物件取得費だけで2000万かかっているような物件も同じレベルのものであればですね、まあ、周囲見たらあるのにあの宝ビルだけは720万なりですね、まあ、実際、保証金自体が500万という形で、えー、この保証金自体もすごく安いのとあと、敷引きがないんです仕敷、はい、引きだったりとか。 あの契約の,あの,、まあその保証金の償却ですね、東京の方ではそういう言い方するみたいですけども、まあ、そういったものがないんですよ、要は金、礼金の部分ですね、礼金なり、敷引とか、その保証金の償却っていうのがあのなくて、もう純粋に500万をプールするような、それがあったりとか、えーまあ、プラスでですね、まあ、家賃。 まあ初回の家賃であるとか、ですねまあ紹介料があるから720万となってますけども、今回、あれですね家賃があの110万はいするようなところに入らせていただいてますと、そのあたりもあって500万の保証金とまあ110万の家賃と紹介料みたいな形で、スタートでは720万はかかっているというはい状況ですけども、ここだけでも正直1000万ぐらい浮かせれているのかなというような、そういった感覚にはなっていますと。 あのまあ、設計量ですね。はい、あの今、山本秀樹氏にですね。あの設計を頼んでですね。まあ、すごくおしゃれな。はい、その校舎が出来上がってますけども。あのこの設計量に関してはあの100万円でやってくれるんですよ。で、もうちょっとですね。あの。 校舎自体、その店舗自体があの小さい方です、ね、あの80万円程度でもやっていただける方なんですけども、かなりセンスがいいんですよ、でまあ、そのセンスとかもまたあの校舎見に来ていただいてとか、ですねまた順次あの写真の方でも公開して、まあ、パースはあの前回の,あの動画でもあ、この動画でもですね紹介しますけども、あのかなりおしゃれな、はい、そういった作りになってますよと。 はい、あと内装工事ですね、これもあのこれまでこのチャンネルでもお話してきたように、まあ、2点、3点とありまして、で本当だったらっあれですけど、東京の業者さんにあれこれお願いをしていると、あの1000万近くいってたんですよね、この内装工事だけでも、内装工事だけでも1000万かかるような工事に、まあ、実際になっているのかもしれないですけども、やっぱあの関西だったりとか、姫路の感覚っていうのが、まあ多分物価が相当違うんでしょうけど。 あの内装工事で実際にあの350万ぐらいまで抑えれるのかなと、まあ、ちょっとまだ最終が出てないんで、ざくっとした数字にはなるんですけども、まあ、この程度にはなるかなというふうに思ってますと、でこれもですね本当、まあ、前回の動画でも言った通り、姫路の業者さんが東京であの今、あれですね、もう工事をしていただいて、もう本当に申し訳ないというような状態で、まあ、厳密に言うと、ちょっとあの建具の一部とか、まだあの残ってる状態ではあるんですけども、あの本当、あれですね、 もう800まあ、1000万かかるかなと覚悟してたものが800万程度なのかな、いやでもちょっと高いなとも思いながらも、あのそうですね工期も高いだけじゃなくて、ちょっと年内にも工事が間に合わないみたいな話があって、いやそれだったらちょっと困るんですけどみたいなことで、あの業者を見直してたら、結果的に姫路の業者さんにみんな行ってもらうことになってですね。でもう あの価格自体もまあかなり学温度下がったというような形でここでも,もう400から4500はあの浮かすことができてしまいましたと、はい、であとは、ねまあ、家具、ここに関してはもう妥協なくです、ねまあ、あのいい家具というか着、まあ、ていただいた方がです、ね、あのまあゆっくり落ち着いてあの学習に取り組めるように。 まあ、なかなかシャレた、はい、家具を置かせていただいているので、えー、その辺りも、まあ、見に来ていただいたらいいかなと思うんですけども、えー、それとですね、まあ、備品消耗品、まあ、プロジェクター3台置いたりとか、まあ、もろもろの備品関係も、えー、それはありますよねってことと。 あとのフランチャイズの加盟金ですね、えー、今後、武田塾イングリッシュ加盟される方は、300万円の加盟金になるはずなんですけども、あの今回はゼロ期ゼロ期というか、ゼロ時ですね、ゼロ時の募集ということで、あの180万にあのディスカウントされている状態ではありますと。はい ゼロ時ならではのあれですね、えー、苦しみというか、ですねいろいろバタバタがやっぱありますね、あの本当にいろいろありますね、あるんだなと、むしろこのその経験をするために、あえてゼロ時に突っ込んでいっているというのは部分は北側としてはあるんですけども、まあ、すごくはい面白いです、<laughs> 楽しませていただいてますけども、はい、まあ本当、フランチャイズの勉強にもなってますし、フランチャイズの立ち上がりってこういうふうになっていくんだなということを、もうまざまざと今、もう経験している。はい もう育ち盛りの、はい、北側になってますけども、はいあのまあ、フランチャイズ加盟金、はい、180万円、はい、かかってますよということと、あと、反則費、これ500万円からっていうふうになってますけど、まあ、これはこれからですね、まあ、どんだけかかるかは正直分かんないですね、あのどれぐらいあのそうです、ね、あの生徒さん、受講生の方来ていただけるかっていうことが、まあ、まだ読めないので、この辺は分からないですけども、今、とりあえず決めてることとしては、まあ、当初のプロモーションとしてですね、えーあの ストックさんですね株元社長のところにと契約をして SNS だったりとか Web だったりランディングページとかの、まあ、制作だったりとか。あの まあ今のウェブサイトに関しては、うちの会社で作ってるんですけど、自社で作ってるんですけども、これからランディングページを作るとか SN、SNS の運用であるとか、あとはもう広告運用とかですね、そのあたりをあのストックさん、株元社長のところにお願いをしましたとしてるので、それがあの300万、330万の,あの契約でさせていただいてるっていうような、320万でしたかね、はい、というところでさせていただいてるのと。 あとですね、まあ、もろもろ、まあ、これから広告費とかかるだろうなとは予測してますけど、まあ、実際にあと数百万、プラス数百万ぐらいはあの、とりあえずは積むだろうなとは思ってるんですけども、それ以降、まあ、それ以上の部分に関しては、まあ、様子を見ながら、ここは、うん、どれだけでも引き上がってしまうのかもしれないと。まあ、というのも、これも武田塾イングリッシュがこれから立ち上がるところで、武田塾の認知度はありますけども、武田塾イングリッシュの認知度っていうのは正直ないので。 でた武田塾の方はあはサンドイッチマンだったりとかですねあ,のあとノンスタイルとかっていう、まあ、そういうタレントの方も起用されたりとかであの結構、認知度があるんですよね、まあ、もちろん校舎が400校もあってです、ね、もろもろの、まあ、かなりの認知度、はい、ありますけども、まあ、イングリッシュとつくだけでもやっぱりそこでも認知度がかなり下がってしまうところもあってやっぱゼロ時で参加してるものとしては、まあ、このあたりでも幾分は貢献をしていきたいなというふうには思ってますと。 はいまあそのあたりで、まあ、今、こうざっと並べただけでも2000万を超えてますと、で、えー、ただ2000万で済んでるなっていう感覚で、まあ、プラス1000万ぐらいかかる想定ではあったんです、自分の中ではあったんですけども、まあなかなかに浮かせれたなとは思ってますと、はい、でただまあこの2000万ですね、あのこれがまあ大こけするのか、ですね、えー、生きたお金になって皆さんにですね継続的にあの英語学習しようという方に対してですね、えーもう まあ有意義な支援というのがずっとえできるそういった校舎になるのかですね、そのあたり、こうご期待とかですね、人のお金なんでまあどうなるかちょっとまあはい楽しみに見ていただけたらいいかなというふうに思ってますと、これぐらいかけてですねはいまあもう本気出してやってますよと、北側にとってもまあ超大金です、それをかけてえやっていってますと、それとですね、その まあ、受講生の方にか、まあ、こ,のこれ以降はですねあのホームページの一部、まあ、抜粋しながらです、ね、で武田塾イングリッシュについて説明をさせていただいて、あのまあ、検討いただける方あの、受講を検討いただける方に向けてのえそういった内容になっているんですけども、あのまあ、何を隠そう、ですねあの北側もこれからあの経営者、オーナーとしても、ですねこの武田塾イングリッシュ新塾校を関わっていくんですけども、あの僕自身もですね英語が、 喋れるっちゃ喋れますし、喋れないっちゃ喋れない。で、どっちなんですかって言ったら、喋れない方に近いかもしれないです。で、というのがですね、あのまあ、僕自身もですね、海外の経験っていうのは結構あるんですよ。コロナの前とかでも、まあ、事業でももちろんあの海外の事業もやってますし、あのまあ、輸入や輸出やっていうこともまあ携わってたりとか、まあ、コンサルの現場でもですね、えー、そのお客さんが海外で事業をやるにあたってのもろもろの話っていうのはアドバイスさせていただいたりとか、そういったあの、 まあ英語を使う場面っていうのは結構あったんですよ。で、そういったこともあって、まあ、大人になってですね、まあ、おじさんになってからですね、もう急いで英語を勉強し直した人間の一人ではあるんですよね。でも英会話スクールも行きましたし、オンライン英会話もやりましたし、海外留学もやりましたしと、でもちろんいろいろ本もまあそうです、ねえー、読んでは見たりとかですねで、スピードラーニングも買いましたし、はいろいろやったんですけど、ただ、なんか中途半端なんですね、はい、中途半端なんですよ。 でまあ、これはどうにかならないかなと、まあ、その海外にまあ行くそのスパンをだったりですね期間を長くしていくなりすれば、まあ、ある程度しゃべれるようになるかなと、まあ、実際はしゃべれるようにはなっていくと思うんですけども。 ななんでブレイクスルーしないか英語がもうスパッとしゃべれるようにならないかって言ったらこの武田塾イングリッシュの存在を知らなかったからなんですよね。要は武田塾の,あのやり方っていうのをちゃんと北川自身に落とし込んでやってしまえば今だったらしゃべれてるだろうなっていうのをあの確信ができてると。はい、というまあそうですね、まあ、要はあんま意味ないんですよ。 あの北側に限らず、あのまあ、今これ、動画見られてる方も、散々英語を勉強したくせに、あの英語喋れてない方っているじゃないですか、はい、そもそもがあの中学校、高校でも英語を勉強して、大学行ってる方なんか、ましてはもうさらに勉強してで、ひょっとしたら社会人になっても勉強してる方おられるかもしれないですけども、それでも喋れてない方っているわけですよね、それがなんでかって言ったら、ちゃんと勉強してないからなんですよ。 ちゃんとしゃべれるための使えるようになるための勉強ができてないっていうことが今回武田塾イングルッシュを立ち上げる中でも、まあ、気づかせていただいてですね、まあ、この授業をやることで北側もまあしゃべれるようになりますねブレイクスルーできるだろうなっていうことは確信をしてますとで、まあ、なので今から北側もその英語力という部分に関してですねあの成長していかないといけない部分になるので塾を検討している方もですねあのまあ一緒に頑張りましょうというところなんですけども はいでまあ、先ほども言ったとおりです、ね、あのまあ、セブンにもまあ会社なりです、ね、事業をやってまして、でその貧困地域の子どもたちから事業,事業家を育成したいということで、本、え、当、ー、コロナの前もです、ね、それを、まあ、これからやるぞっていうような段階の,あの中でコロナが来てしまってです、ね、ちょっと出花をくじかれたような、そういったあの状況ではあるんですけども、またこれからです、ねまあ、この事業も機にです、ね、まあ、コロナももうすぐ明けますし、また再開をしていきますけども。 まずはですねあのフィリピンセブの貧困地域の子どもたちの中からあの事業家を育成するというような活動をしていきたいなと、でフィリピンに限らず、ですねあの、まあ、北側としてはあの英語をまずしゃべれる、あのそういった英語圏の,その貧困地域の子どもたちっていうのを、まず、あのー、そ,うですそこから事業家、起業家というものを育成ができたらいいなって、そういう夢を持ってますと。 はいでまあ、その活動もまた再開はしていくためにも、これから英語を頑張っていきますよっていうことを、はいえー、ここで宣言をしておきますと、はいで、武田塾イングリッシュ新宿校なんですけども、新宿駅から徒歩3分にありますよと、で新宿で受けていただく必要はないんですあの、日本全国対応で完全オンラインの受講でも OK ですと。 はい、えー、なのでもう日本全国、はいまあ、なんなら世界からでもいいですと、はい世界で赴任されててです、ね、海外赴任されてて、あの英語勉強しようかな、ちょっともう海外出てるのにやばいなっていう方でも、あの受講いただいたら OK かなというふうに思ってますと、はいで英語を最短で身につける武田塾メソッドっていうものがありますよと、はいまあ、そのあたりも後ほど紹介していきますけども、まあ、英語がですね、まあ、北側のようなケースに限らずですね、あの 大学生の皆さんもです、ね、あの逆転就職が可能になるツールになってますよと、で今どき、ね、学歴を意識する、学歴を重視する企業なんかほぼないんですよ、まあ、ないというか、どんどん減っていってるんですよね。 でまあ、その学歴よりも英語力ですよ、あの東大に出ましたということよりも、t o e i c 900点取ってますということの方が評価をしてくれる企業が増えているので、あのそういった意味でも英語を勉強したらどうですかという部分と、まあ、すでに就職をされている方に関しても、まあ、キャリアアップですよね、で英語を使われるようなその事業、まあ、そういった会社さんにお勤めの方であれば、もちろん TOEIC の点数が上がることで、給料がアップするということもありえるでしょうし、なんならあのこれからですね、まあ、これからの時代、 あの日本にしかその事業展開をしていないという,いう会社というのはもう伸びしろがないわけですよ、人口も減っていくわけですし、もう人口が減る前に、まあ、労働者人口というのがもうもうかなりの勢いで減っていってるそういる国の中で,です、ね、あの事業そ,そこでしか事業しない会社というのはやっぱりちょっと右肩下がりになってしまうので、まあ、そういった意味ではあの英語を使う企業に転職をするということも、まあ、考えていただいたらいいと思うんですよね。自自分自身ががが英語がしゃべれれるることででその選択肢が生まれるっていう意味でも 英語を勉強されたらいいいかなとううふうに思ってますとでもちろん会社経営をされてる方ですね、まあ、北川自身もそうですけどもあの英語を意識してその日本だけで事業をやるんじゃなくて海外でも事業ができるっていう選択肢を持つべきだっていうことですねでましてやあの日本のサービスっていうのは本当に世界に誇れる今の時点でも世界に誇れるんですよ誇れるものがいっぱいいろんな業種であるんですけどもただ海外にその日本の技術とかをまあ盗まれたりつままれたり 一緒ですねであのまあ本当 わが物顔で事業されてしまってあの、まあそ,うですね、それでうまくいってるケースっていっぱいありますよね。で、まあ、それもなんでそんなことが起こるかって言ったら日本人が外に出ないからなんですよ。日本人が海外に出ないからだから日本にいいものがあるのにそこで海外の人から見たらなんでこんないいものを売らないんだろうってことで日本の技術なりですね、えー、そういったものアイデアっていうものをあの取ってはかいそ外でですねあの海外で成功しちゃってるみたいなケースっていうのがもうざらにあるんですよね。 でこの状況を続けてるから、今日の今の現時点でも、あの半導体が入らないとかですよね、でまあ、ガソリンがどう,どうだとか入れにくくなるだとか、ですねで、まあ、食料危機器はどうだとかですね、まあ、そういったことも、あと、あれですね、今回、武田塾イングレス新宿を立ち上げるにあたっても、建築資材が入らないんですよ。はい、これはもう多分もう有名な話であの、お困りの方多いかと思うんですけども、日本に建築資材が入らない、半導体が入らないんですよ。でそれがなんでかって言ったら、もう買い負けちゃってるんですよね。 国力が下が,下がり続けているので、なのでもう中国とかまあマレーシアとかシンガポールとかまあそのアジアも中心にですよねでもうどんどん成長している国がもう出てきているので、もう買い負けているという状態で日本に入ってこないんですよ。お金出しても入ってこないんですよ。それぐらい、いわ存じょそこらの日本で物を売るそ,の、まあそ,う,ですね、そういった価格帯ではもう入ってこないみたいな感じですね。ななのので商品の値段をそ、まあ、それこ倍倍ととかか、ねまあ、にしていかないと まあ、言った材料になるようなものも入ってこないようなそういう時代にも突入をしてしまってるんですね。なので、まあ、そういった意味でもあの日本しか意識ができてない状態っていうのは、まあ、相当にやばいでしょうし、まあ本当にゆで返る状態ですよね、まあ、経済先進国っていう、まあ、今もかろうじて先進国でありますけどもあの、まあ、成熟国だったり今も衰退国って呼ばれてるようなそういった時期にそういった時代に突入してしまってるので、まあ、そういった意味ではあの、まあ、自分自身の,その選択肢を増やすと という意味でも英語をぜひ勉強していただきたいなと。はい、越境取引をやっていただきたいなと、はい。国内にいたとしても越境取引できますからね。あのインターネット1つあれば、海外の方に輸出する、物を売ってる方も輸出することもできますし、インターネットがあれば、あのいわばサービスとかも提供できますよねあの。僕も経営コンサルやってますけども、コンサルのか、まあ、されてる方とかでもです、ね、別に海外の方にコンサルすることだって、英語が喋れればできますよねっていうことですね。であと、海外旅行。 ですねえー、これはあの新宿港ならではですけども新宿港ではその海外旅行も一緒にあの定期的に行こうかなと思ってますとでそれがですね、まあ、海外の,かその会社さんにあの北側もツテがあるような国もまあいくつかあるのでなのでそういう会社見学 をあ,のあえて、はいもうそうですね、海外の会社見学にみんなであの行こうかなとそういうツアーをあの旅行会社さんとかにあの組んでもらってです、ねえー、やってみようかなとかです、ね、そういうことも考えてますけども、まあ、そういった海外旅行に行くときに、まあ、そのツアーじゃなくてもいいんですけどもあの海外旅行に行くときにあの観光地を巡って写真パシャパシャだけしてホテルで休んでみたいなそういう海外旅行をしている方が多いんですけども、まあ、それはそれで,、まあそうですね、もう写真で見るよりも目,目で見た方が違う という意味では、まあ、やっぱり海外旅行に行く、まあ、意味だったりというものはあるかもしれないですけども英語が喋れることによってその海外旅行の深さというのがまた一段と変わるかと思っているんですよね。まあ、そうい、まあ、それこそ そうですねホテルツアーガイドの方だったりあのホテル観光業の方っていうのは英語を喋れますし、まあ、なんならその英語が喋れ喋れたら英語圏に行けばあれです、ね、その現地の方とすら会話ができるっていう、まあ、思い出深いようなそういった旅ができるのかなとかですねで、まあ、とにかく英語が喋れることで日本人以外と喋れるようになるので、まあ、いろんな価値観の方といろんな価値観を共有することができてですね、まあ、いろんな方と 会話をすることができるとでも日本人がもう下手に1億人いるのでまあ言ったらあの喋れなくても、まあ、死にはしないですけどねあの困らないっていうと困らないかもしれないですけどもだんだんと困っていくんですよね。 はい、もう半導体が入らなくて、はい、あの給湯器がうちもですねあの1台入りにくくてめっちゃ困ったんですけどね。っていうことが起こりますと、はいまあ、給湯器も困るでしょうし、今から多分いろんな半導体を使っているような製品いっぱい困っていくと思うんですけども、まあそうですねちょっとまあ話がうだうだ長くなりましたけども、まあ、要は英語頑張りませんかっていう話ですね。そしたら、ですね、えー、武田塾イングリッシュとはまどういったものなのかといったら。 えー、YouTube から始まった英会話スクールですよと、はい、英語格差をなくしたいという思いのもと、えー、YouTube チャンネル、武田塾イングリッシュをスタート、もうすでに1万人のチャンネル登録者を突破しているという、そういうチャンネルなんですけども、はいえー、そのメンバーがですね、えー、武田塾イングリッシュの本部として、伊関社長ですね。はい、でこの伊関社長は ですね、武田塾にもともと通われてた受講生の方だと、もともとはです、ねまあ、全然英語できなかったみたいですね、はい、あの本でも書かれてたんですけど、B 同士すら分からなくて、全然わからない、偏差値31.6って書かれてますけども、まあ、そういったもう全然ダメだったとっいうような状態から、まあ、お母さんと一緒にその武田塾の説明会に行ってです、ねで、受講を決めてで、そこからどうなったかといったらメキメキ、めきめきと偏差値も上がりですよね。で明治大学学にもも進学することもできて たりとかでですねでこの武田塾イングリッシュの社長をされる前でも、ですね、まあ、いろんなもう超大手のですねあの、まあ、企業にも就職をされたりとか、でですねで今はあの武田塾の校舎もあの参考者でしたかね、あの運営をされてたり、でこのたび武田塾イングリッシュの社長もされることになったとはいという、もう本当に叩き上げのはいそういった社長さんが今回、武田塾イングリッシュを運営されていると。 はいまあ、そこのフランチャイズに来た側も加盟をさせていただいたという状態なんですけども、はい、この伊関社長と、あと森鉄先生ですね森田哲也先生、はい、でこの方も、はいえー、武田塾イングリッシュの本部としてです、ねえー、おられますよと、はい、で結構ですね、まあ、かなり有名な方、で東進ハイスクールとか、ですね河合塾でもう超人気講師で、まあ、超人気の,あの英語系ユーチューバーをされてますねでこの森鉄先生もあれですね。 まあまあ、変態じゃないかって思うぐらいトイック何回も受けてますよね、あのトイックの満点を90何回、はい、あの満点を取ってるみたいなそんな。 なんでそんな何回も受けるんだろうみたいな、100回たぶん、100回取るまで受けられるのかなとかです、ね、で100回超えても受けるのかなとか、その辺は、は、い、またちょっと聞いてみようかなと思いますけども、はい、あの、まあ、それぐらいですね、トイックの満点をもう,何もう90回以上取ってるような、もう英語のプロ中のプロですね、えー、で、まあ、YouTube もはい、かなり面白い配信を、はい、英語学習に関する配信もいろいろされてますと、森鉄チャンネルですね、森鉄イングリッシュチャンネルっていうのを、えー、されてますと。 はいえー、そ,のそんなお二人があのカリキュラムを組まれていってますよとで、えーまあ、その最強のカリキュラムですね、えー、武田塾自体ももちろんあのそのカリキュラムなりルートっていう言い方をするんですけども。あの 例えばトイックが400点しかない500点しかないという方があのトイック600点にしようかなとか自分の、まあ、持っているスコアを上げていこうかという時にそのルートというのを決めるんですよ道順を決めるということをあのこの武田塾ではこの武田塾イングリッシュでもやるんですね。で トイックを上げるためにはこのテキストとこの参考書をやれば確実に上がるよといい参考書が世の中に市販で出回っているのでこれをやればいいよっていうルートがあるのでそれもあの順次ですねもう公開されていってます。 はい、これに関しては、武田塾イングリッシュを受講しなくても見れるような状態になってます。はい、武田塾イングリッシュチャンネルですね、登録していただいたら、そのあたりも無料で見れますんで、見ていただいたらいいんですけども、その参考書とかですねテキストをこれをやったらいいよ、でそのルートがはっきりするので、 あのないつまでに何点上げたいかっていうことを決めればそしたらこの参考書をいついつまでにやりましょうっていうそのカリキュラムを個別で組んでいくっていうことをやるんですね、はい、ルートを決めてその計画を立てていく自学自習の、まあ、プログラムですね計画を立てていくということを、えー、武田塾ではやっていってますと、はいえー、カリキュラムベースの宿題管理ですねで、えー、もう毎週です、ね、宿題を出すんです。 はい、宿題を出させていただいてその 1, 冊の1冊の参考書を完璧にするためにじゃあ来週までにはこれやってきてくださいねということで宿題をお渡ししてで1週間後にお会いした際にその宿題を確認させていただくのと同時に、えーま、確認テストというものもさせていただきますとで。毎週確認テストを あのさせていただくのでそのでそ宿題を出した単元まあそのエリアのところをです、ね、どれだけ学習ができてどれだけかっ理解ができているかとということをあのテストをさせていただきますとでこれもですね80点以上のちゃんと点数が取れなかったら次の単元に行かないのでなのでもなかなか進めないということになりかねないとだからこそもうサボれないっていうような状況をあの作らせていただくのでなのでもまあ半ば強制的にですねもう 確実にその1冊の参考書っていうのが完璧になってその参考書が完璧になるってことはイコール自分の英語力が上がるっていう状態を作り出すことができますよと。で武田塾式のコーチング指導ですね、えーまあ、厳しい採用基準を満たした、えー、そういったコンサルタントがいますよとでも今回はもう新宿校もえりすぐりの方たちしかいないので。 はいまあ、そういったあのコンサルタントの方があのお一人の,その受講生の方に対してお一人つきますんで、えー、そので担当の専属のです、ね、コンサルタントがコーチング指導をさせていただきますよとで毎週お会いする中でちゃんと理解が進んでいってるかっていうその まあその習熟度のチェックというのもさせていただきますし、その学習計画を立てる上で、まで、来週はじゃあこういうふうにやっていきましょうかということを、個別であの指導をしてさせていただきますよと、そういったコーチング指導をさせていただきますと、それとですね、オンラインサポート、受講生の方はもちろん、オンライン上で、LINE とかでもですねあの質問がいただけるようになっているんですね。学習する中であの、まあ こ,ういうのこれってどうなんだろうみたいなことがあれば質問があればあの順次していただけたらあの回答させていただくっていうサポートも。 させてていいただいてるのとあとあのオプションにはなるんですけども、義務報告ですね、えー、もうこんだけ、今日はこんだけ頑張りました、今日はこれだけやりましたよっていうことを毎日報告をするっていうような、えー、そういった義務報告というものもオプションとしてつけることもできますと、あのコンサルタントの方とその、まあ、コンタクトをですねもう密に取っていきたいなっていうような方に関しては、必要なオプションも、はい、準備をしていますと。 はい、でそれとですねあの課題添削で、先ほどから言うようにその毎週課題なりですね宿題を提出するということもありますけども、まあ、それとは別個ででですね別個であのライティングとかスピーキングのそういったあの課題というものも出させていただくことがありますよと、はいでまあ、これまたコースとかも紹介しますけども。 あのリスニングとリーディングあの、インプットだけをするというそういったコースもあるのと、アウトプットも含めた、ライティング、スピーキングというアウトプットも含めたそういったコースもあるんですね。で、そのアウトプットに関しては、まあ、言ったら一概にですね、あのもう単純な、まあま、丸伐だけじゃなくてですね、あのまあ、本当、その文脈がちゃんとつかめてるかどうかとかですね、きっちりあの、まあ、状況に応じたそのスピーキングができてるかどうかみたいな、えー、そういったあの。 まあ添削っていうのがなかなか複雑だったりするんですけども、まあ、その辺りに関してももちろん対応をさせていただいてますよとはいでえー、っとですねそんな感じでその辺りが武田塾イングルシュの特徴にはなってますよとで、えー、ここが違う武田塾イングルシュはここが違うということで、えー、実際にですねあの学習時間が45から90っていうふうになってますけどもあのライフスタイルに合わせて学習時間をあの調整をすることが でできますので、まあ、なのでその辺りもコンサルタントの方と相談をし,していただきながらもう学習計画を立てていくということをしてい,いただきたいんですね。 でえー、一般的にはですねあのコーチング型のスクールというのはもう90時間みっちり、はい、やるというところだったりとか逆に英会話スクールですねあの通われている方も、まあ、僕も通っていたことがありますけどもあの1週間に何、まあ、1時間とかですね、まあ、言ったら月に4時間ぐらいしかないというようなケースが多いかと思うんですけどもあの英会話スクールだったら学習時間がもうその校舎に行っている時受講している時しか学習時間にならない、まあ、それを想定していないんですけれども武田塾イングリッシュの場合はお家にいる時の 自学自習が何ならメインの勉強時間、そのためのコーチングをする、コンサルティングをするというような、そういったサービスになってますよと。でまあ、だからこそ、まあ、勉強時間は個々の状況に合わせて、えー、調整ができますと、はい、させていただきますよというところと、あとまあその自学自習のサポートは、もう武田塾イングリッシュ、武田塾はもう二重丸だと、はい、専属コンサルタントが、まあ、その1人につき、1人ついてですね、でえー、自習が継続する仕組みというノウハウ、モチベーションを保つですね。えー モチベーションを上げるというようなそういったノウハウがありますので、えー、まあそのあたりもあの、まあ、ご期待くださいというところなんですけども、そのあたりが他のコーチング型のですねそういった英会話スクール、ですね英語塾をまあ凌駕するようなそういったノウハウがありますよと、だからこそ武田塾も400校舎まで行っちゃってますよと、はいであと英会話スクールに関しては、この点もあの言ったらそういったサポートがないわけですね、どうやって自習をし,しなさいよっていうような話がないからしゃべれないですね。 はい、なので、あの受けるときに、まあ、ネイティブの先生からいろんな話になり、発音を聞いたからって、自分が喋れるようになるわけじゃないってことなんですね。はい、なので、それを延々あのやってて、海外に生活してたら、それはいずれ喋れるようになるんですけども、週に1回ちょこっとそのネイティブの方から何か講義を受けたからって、喋れるようになるはずがないということですね。はい、もうなんとなく喋れる、なんとなく聞けるみたいな状態になっちゃうと。 はいだから、北側も喋れませんでしたと。はいで、えー、あと、ですねテストに関しては、武田塾イングリッシュ、まあ、毎週のように、ですねべ、えー、ての教,教材、宿題でテストを実施していきますよと、で必要に応じて口頭テストというものも行わせていただきますと。 はいでもこの辺りがですね、まあ、言ったら講義、授業をしない日本初授業をしない武田塾ですけどもあの武田塾、イングリスでも授業をしないなならレッスンをしない塾になるんですけどもじゃあ何をするかどういう呼び方してるかって言ったら特訓という言い方をするんですい特訓ですね、はいまあ、トレーニングみたいなものですねで特訓という形でですね、えー、もう徹底的にもうテストもがっ,がっつりやってですねはい、まあ、あのコーチングさせていただくんですけどもただその 他のコーチングスクールはこれも実施する、まあ、スクールと実施しないスクールがあるという部分で、まあ、三角になってますとでただこの点も英会話スクールちょっと英会話スクールをかなりちょっとディスるような、はい、内容になってますけどもあの英会話スクールっていうのはやっぱり週に1回行くだけでテストっていうのは基本的にないと1時間しかその場に入れないのにテストやってたらまあどうなんだっていうような状況になっちゃうとせっかくネイティブの先生がどうなのにみたいな感じですよねはい でで、えー、対策ですねはいこの部分はもう武田塾イングリッシュはもう本当に二重丸と。でこれも大学受験の武田塾でも培っている、まあ、もう圧倒的なノウハウですね。東大に行くんだったらこの参考書をやりなさい。京大に行くんだったらこの参考書をやりなさいということがもうバチっと決まってるわけですね。はいまあ、マーチのまあ、どこどこに行くんだったら、まあ、青学行くんだったらこれを勉強しなさいみたいなことが決まっもうそれぞれに参考書がまあ 決まってるわけですよルートが決まっているので、まあ、この今回もですね英語学習するにあたっても、あのまあ、ったトイックを取りたい、英検を取りたい、だったりまあシンプルに英語がしゃべれるようになりたいなっていうそういった方でも、そういったコースもありますので、それぞれに応じたテキスト、参考書というものをあの提示させていただくことができると。はい ももちろん資格対策についいててバッチリさせていただきますよとでこれもほ他のスクールに関してはまあ得意不得意があるのかなというところと英会話スクールはまあそもそもが視覚を前提にしているというよりはまあ英会話を中心にしているものが多いのかなという印象ですかね。 はい、えー、そんな感じで、えー、新宿駅から徒歩3分、何回も行っちゃいますけども、まあ、アクセスは超抜群ですよと、でまあ、地図で見ていただいても、竹、はい、田塾イングリッシュ新宿港の位置っていうのはもう、もう駅のもう本当に近くであり、ですね、えー、まあ新宿の大ガードっていう、まあ、その大ガードだったりとか、あとまあこの辺りにあの国運タワーですね、東京モード学園の国運タワーのその間に、ちょうど真ん中にあるような、もう超いい立地にはなってますよと。 はい、なのでアクセスは、はい、超抜群にしやすいですとで、この新宿駅っていうもの自体があの世界一のターミナル駅、乗降客数が世界一らしいですね、なのでもうその世界一のターミナル駅でえ世界を感じながら、ですね、えー、この武田塾イングリッシュ新宿校で、えー、そうですね、英語力を身につけていただいたらいいかなというふうに思ってますと、はい、でおしゃれな校舎内でコーヒーを飲みながら学習ができますよと。で、まあ 僕もです、ね、英語をしゃべるとやっぱりオープンな気持ちでですねあの、まあ、取り組んでいただきたいということもあってあのなるべく開放的な空間になるようにですね、まあ、この辺り、はい、先ほどから言うように、まあ、お金結構かけさせていただきましたよと、はい、いうところではあるんですけども、はいまあ、カフェのような、はいえー、学習スペースですね、えー、を意識してさせていただいてますと、はいまあ、気持ちよくですね学習ができるように、はい、させていただいてますよと、はい、校舎の窓からですね見ていただいても新宿駅がもうここって感じですね。 はいではいまあ、レッスンエリアもまあ開放的にです、ねえー、させていただいてますよと、でまあ、女性の方にはまあパウダールームも、はい、準備してますんで、まあ、ぜひどうぞっていうような感じですと、はいでまあ、ビルに関してはまあこういったビルになってるんで、はいるので、またあれですね、まあ、お越しになる際はです、ね、ホームページにも、はいま、た載,せて載せてますので、えー、このビルを目印にです、ねえー、お越しいただけたらいいかなと思ってますと。 でそれと、ですね、校舎に実際来られなくてもあの、オンラインでも通常通りのサービスを受けることができますよと、でこれ、掛け持ちもできます、掛け持ちっていうのは、あの基本的にはオンライン、仕事も忙しいし、遠いし、オンラインだけど、たまには行きたいなとかですね。まああととはもう遠方の方のであったとしても あのオンラインでもやりながら、まあ、とりあえず1回か2回ぐらいは新宿校もせっかくなんで行ってみようかなとか、ですね、えー、そういった使い方をしていただいても OK ですよと、はいまあ、毎回校舎に来ている方が、ちょっと今日忙しいからごめんけど、オンラインでもいい、来週オンラインでもしてもらっていいですかみたいな話も OK だと、はいまあ、オンラインでもリアルでもどっちでもいいですよというような対応で、えー、運営をさせていただいています。はい でえーまあ、そのカリキュラムなり、まあそうですね、その安心のカリキュラムも、ももちろんこのあたりもオンラインであっても変わらぬあのカリキュラムでさせていただいてますし、あの遠隔のサポートというのはもちろんですね、後者にお越しいただかなくても、同じレベルのサービスというものを提供をさせていただくので、まあ、ぜひどうぞと。 はい、いうところとあとはの英語縛りの食事会飲み会というものを、えー、開催をしようかなというふうに思ってますとでこの武田塾のメソッドっていうのが基本的にはあのインプットが中心になるんですよねでただですねもちろんあのアウトプットをするためにも英語で話す書くっていうアウトプットをする上でもまずはインプットが大事だっていうことでインプットをあの 優先的にあの学習をしていた,いただきたいんですけれども、まあ、ただそうは言っても、今の自分がどれぐらいしゃべれるかっていうのを、その自分の成長の軌跡っていうものをあの肌で感じていただくためにも、ですねあの英語縛りの食事会というものを開催してまして、でそれもですね、 あのオンラインの方もオフラインの方もそれぞれに月に1回、はい、オンラインでも月1回、オフラインでも月1回あの開催していこうかなというふうに思ってますと、でただですねあの、英語縛り、英語しか喋っちゃいけないってなったら、ちょっと参加するの怖いなって思う方もいるでしょうけども、まあ、ここにも書いてますけども、グーグル翻訳片手にたどたどしくですね、あのもう、まあ、勇気出してですね、まあそのまあ、1時間なり1時間あるその食事会の中でですね、まあ一言、二言でも発することができたらいいかなとかですね、まあ、そういうレベルで構わないので、まあ、ぜひですね、 あの安心してあの参加いただいたらいいかなと思ってますと。でみんなが参加してるみんながあの英語を喋れるようになりたい使えるようになりたいっていう方しかいないのでなのでまあそんなあの、まあ、恥ずかしい時は,、まあ、それはもちろん恥ずかしいで。あの そうですね喋れないうちは恥ずかしいかもしれないですけども、まあ、そんなことを喋れるようになる、ま、過程においてはです、ね、もう仕方がないですよね、まあ、どっかでくぐっていかないといけないそういう時に、まあ、全然たどたどしくて OK だよっていう状態で英語しか使えないっていう環境のそういった時間というのをぜひ経験をしていただきたいなと思ってますとでこれに関してもあの今のところ新宿校ならではの、はい、サービスにはなってますと。 はい、でむしろ北側としては、むしろこちらの時間こそ大事な時間になってるかなと、はい、インプットよりもアウトプットの方がやっぱり大事かなと、もちろんアウトプットをするためにインプットが大事なんですけどね、はいまあ、この英語縛りの食事会、はい、ぜひ参加いただけたらなと思ってますと。はい で、えー、コースの紹介ですけども、まあ、これ、動画長すぎるんで、まあ、ちょっとだけ <laughs> あの、まあ、ホームページ見ていただいたら、あのまあ、載ってますんで、また興味ある方、見ていただいたらいいんですけども、まずはそのデイタイムコースですね、<laughs> でこれがまあ学生の方、主婦の方ってなってますけど、い、ま、わ、あ、ば誰でもいいんですけども、あの18時まで、夕方の18時までの時間帯に受講をいただける方であれば、若干お安くなりますよっていうコースになるんですけども。 はい、毎週お会いしてテストを30分やって、えー、宿題ペースなりコーチングというものを60分させていただくというコースで,でこれがあの12週間で36万4210円ということであの、まあ、これがあの高いか安いかといったらあの、まあ、それはご自身次第ですよというところですけどもあの、まあ、った英,会英会話スクール英会話スクールはもう今オンライン英会話とかもあるので、まあ、った月数千円でできることもあるので。まあ、言ったら オンライン英会話、まあ、ただ英語を聞きたいとか英語の勉強したいというだけだったら別に、A、英会話スクールあのオンライン英会話とかされたらいいかなと思うんですけどもあのまあ、言ったらあのノウハウを提供するってまあ言ったらもう今ただでもできる時代なんですよね。別にあの 英語を聞くだけだったら YouTube 見たらなんぼでもあるじゃないですか。なので今、情報を得るという意味では英語を学ぶという意味では別にただでもできる時代なのでなのでまあ別に高い安いでいう方は別にただで英語を勉強したら頑張っていただいたらいいかなと思うんですけどもこの武田塾イングリッシュというのは何なんだって言ったらあの個別にですねあのコンサルティングをさせていただくコーチングをさせていただくというサービスになってますよと。 はい、北川自身もです、ね、経営コンサルタントをやってますけどもあの経営ノウハウを情報して発 としししててて発信信すするっていうのは YouTube でも配まただそれをじゃあ個別に私の会社の場合だったらどうなんですかっていう場合はそれは個別対応で有料になりますよねっていう、まあ、そういった話ですね、まあ、英会話の,あの英語を勉強する上でも同じ話ですよとノウハウを提供するんだったら別にただでもどっかで学んでくださいっていうだけなんですけどもあの個別にコンサルティングティ,、まあ、ティーチングだけじゃなくコーチングをさせていただく。 っていうあのそういったお金だというふうに考えていただいたら、はいまあ、皆さんの人生が、ですねあの英語が喋れるようになる人生が、まあ、1ヶ月でも1年でも早くなることに対して、えー、36万というお金が高いか安いかというのは、それはあなたの価値次第かもしれませんねというところですかね。はい、で、えー、デイタイムじゃなかったら、じゃあなんぼなのかといったら、まあ、この英会話コース LR というものがありまして、これがまあ内容的には一緒で、確認テスト30分と、えー、宿題ペース コーチングが60分ありますよと、はい、でこれがですねもう夜,でも夜にも受けたいな、夜だけしか受けれないなという方には42万3000円にはなってますよと。はい、でこの辺りですねあた まあ、絶対に資格を取りたいとかスコアを伸ばしたいとかそういうことじゃなくて、まあ、ふわっとでもですね英語を喋るようになりたいなビジネスレベルで英語が喋るようになりたいなみたいなあの、まあ、方があの受講いただいたらいいかなとそれが、まあ、昼だけでいけるんだったらちょっとお安くなりますしあの夜の時間じゃないと受けれないかなという方はちょっと若干高くなりますよっていうような話になってますと。 でこれがですね、LR ってついてますけども、リスニングとリーディング、要はインプット中心のコースになってますよと。で、アウトプットについてもコーチングをさせていただくってなると、もうちょっと割高になったりとかですね、まあ、このあたりですね、もろもろ書いてますけども、また URL、概要欄貼っておきますんで、はい、またご覧くださいと。 で各種、ですね英検だったりトーフルだったりとかあのトイックのそれぞれの,あの専属のコースみたいなのもありますよと。はいで、えー、あれですね、まあ、皆さんですね、まあ、暇な方って基本的にいないと思うので皆さんお忙しいと思うんですけども、まあ、お忙しいさなかこの時間帯のこの動画あの見ていただいている方すごく、まあ、非常にありがたい方なんですけども、まあ、本当はあれですよねあのお忙しいと思うんですよ。お忙しい中この動画見ていただいていると思うんですけども あの仕事が忙しくて勉強時間確保するのが不安だっていう方もですねまあ、その もう何が優先かってことですね、まあ、ご自身の人生なり生活を変えていこうって思ったときに英語が喋れる人生にしたいなって思う方であればそれを1ヶ月でも1年でも早くそれを迎えられるようにあの英語学習をするっていうことの優先順位を上げていただきたいんですね、まあ、そういった意識づけの話からモチベーションを上げていくそれを維持していくっていう、まあ、そういったノウハウが武田塾にはあるので武田塾イングリッシュにはあるので、えー、そのあたりですねあの、まあ、心配なくですね、えー、もう 加盟,加盟なり、まあそう、参加いただいたら、入会いただいたらですね、あのそのあたりもあの、もうコーチングしっかりさせていただくんで、ご安心くださいというところですね、はい、一緒に計画を立てていきましょうというところと、あと、まあ、初回コーチングまでにしておくことはということで、これはもう実際にお願いすることなので、先に言っておくんですけどもあの、伊関社長が書かれている英語読学法という本を、あのぜひあの一度さらっとでもいいので、の読んいていただきたいんですよ。というのが、 あのまあ、要はもう聞くだけだったりもうネイティブの方から何かレッスンを受けるだけじゃ喋れるようになりませんよとでオンライン英会話をやったからって喋れないんですよ、はい、なのであの結局どうやらないと喋られないかって言ったら自分で勉強しないといけないんですよ参考書を,やを開いてちゃんと自分で学習する時間を作らないと喋れるようにならないと。 はい、やり込まないと一冊を完璧にするということをしないとでその、そういった勉強法についてあのどうやって勉強を進めていけばいいかということがあの、まあ、結構です、ね、あのまとまった形で書かれているので、えー、この英語独学法というものを、まあ、一度、はい、読んでおいてくださいということはお願いをしていますと。はい、で一応です、ね、欠席するちょっとき今週都合悪くなっるとまた急遽すみませんみたいなことがあればあの振り替えもあの、まあ、可能は可能ですと。 はい、ただ、当日のキャンセルというのはあのお受けしておりませんと、はい、ただまあ前日以前だったらです、ね、あ予定を変えるのも随時大丈夫ですよというところですと、はいまあ、その後で、まあと、そこから今です、ねまあ、コース変更とかも途中でもできますし、あのもしこれ、合わないなという方はあの途中大会というものもできますと。はいでえー あとですね、まあ、途中大会の前に30日間返金保証というのがあるんですよ。なのであのまあ、とりあえずまあとりあえずで申し込まれたらちょっと困りますけどもあのまあまあ、そうですね学習する上であの申し込まれてであの学習進めてたけどやっぱこれちょっと。 自分と違うなと思う方がいたら30日間だったら返金をさせていただくというそういった保証もありますんであので安心してですね、まあ、どうしようかなと迷う方はまず受けてみるということもまあおすすめはしますよと、はい、30日間返金保証ありですと、はい、それと。 90分間のですね無料,カウンセリング無料カウンセリングというものを、えー、対応させていただいてますので、えー、まずはそちらを、えー、お申し込みいただけたらなと思ってますと、ホームページの方にもですね、えー、問い合わせフォームもありますし、あとはですねあの無料カウンセリングのそういったあのフォーム申し込みのフォームとかもありますので、まあ、ぜひともそちらご覧くださいということで、いってらっしゃい。